はい、皆さんこんにちは、片瀬の7チャンネルです。今日はですね、髪色変えたいなって50万年ぐらい思ってるんだけど、なかなか変われなくて、ちょっと前にブリーチをして少しこう明るい色にしてみたいなと思って一回変えたんですけど、まあちょっとなんか明るいのあんまり自分的にちょっと派手すぎるかなと思って、ちょっとまたトーンを変えてみたんですけど、やっぱね、たまに変えたくなるじゃないですか。で、自分がどんな色が似合うのかなとかあんまりわかんないじゃないですか。最近ちょっとね、紫シャンプーとかもね、私今まで全然アッシュにずっとしてたのに、今まで全然使ったことなくて、私はね、このね、いっぱいレビューを見てめちゃんこ調べて、このムートンの、この紫シャンプーを使ってます。これすごい泡立つしね、でも他の使ってないからちょっと他のがわからないんだけども、すごく効果があるなって感じがして、私すごくね、今もちょっとそうなってるかもしれないんですけど、赤みがすぐ出るタイプなんですね。なんで結構紫シャンプー必須だったのに、今まで一度も使ったことなくて、で、泡立ちもめっちゃいいの、これ。うん。これで結構助かってます、今は。うん、昔ね、私ね、21歳、歌手をやってた時はですね、すごく私めんどくさがりなんで、全然こう美容室とか行きたくなくて、3、4年ぐらい自分で切って染めてたんですね。で、その時は、ここのインナーが真っピンクにして、ここがピンクになって、で、こうすると、ここが真っ黒になって、こうなると普通の茶色みたいな。だから全部で3つ染めるみたいなことをやってて、まあ、そんな時代もあったけど、それはまあ、若かったので、40になって、やっぱ染めるってなると、ちょっとリスキーだなとか、もし似合わなかったらどうしようとか思うじゃないですか、思わない？若い子はいいんだよ、全然。だけど、ちょっとそれで、ちょっとこの機会にやってみようと思って、なんかね、全然案件とか何でもなくね、普通に自分でやりたいなと思って買ってきたのが、この5つ。このリーゼのやつかな？リーゼのヘアモンスター、このワンデーのやつ。パールロゼと、これはね、なんか限定カラーつって、こういう感じ？なんかちょっとグラデーションみたいになるっていう、このワンデークレイジーってホーユーが出してる、この3色ですね。ピンクと、ブルーと、パープル。ちょっと、1日ずつ、ちょっとその色で、なんか過ごしてみようかななんて思って。外出ないんだけどね。とりあえず、リーゼやってみようかな。ちょっとじゃあリーゼを開けてみますね。かわいいパッケージ、ほら、なんかトロンとトロンとなってる。どういう色なんだろうか。なんか見た目結構赤っぽいけど、私この色を想像してんだけども、大丈夫そうかな。これでなんかこうワインレッドみたいな、なんかちょっとパール入ってる、パールロゼ。ちょっとじゃあこのためにさ、私ちゃんとこのアマゾンでこれをね買って汚さないように、すごい自己流というか何も調べないでなんとなくやってみようかな。このぐらいを染めたいかな。ゆっくりスポーンとして転がすように、あ、コロンっていく、塗りやすい。雑かな。どのぐらい使えるんだろう、これでね。髪多いしさ、長いからすぐ終わっちゃいそうだよね。あ、ほんま。ついてるね。すごいなんか真っピンクって感じではないね。こんなにべったり塗っちゃって大丈夫かな。これメッシュとか入れるんだったらすごく入れやすいかもしれないけど、インナーにって言ったらやっぱバターとかなんかそういうワックス系のやつの方が断然つけやすいのかもしれないね。これはなんかだから多分部分用。あ、でもなんか変わったね。これちょっと待った方がいいのかな。すぐ溶かしたらダメ系。ちゃんと説明書読もう。十分乾いた後に櫛やってって言ってる。じゃあ次は
このヘアモンスターの限定カラーをやってみたいと思います。わっ、すんごいラメ、すんごいラメラメしてる、見える？ちょっとじゃあこの謎の限定カラーをやってみたいと思います。どうだろうね。すごいつくね。青はやっぱ分かりやすいね、色がね、がっつり変わるからね、全く違う色だから楽しいね。一日で消えると思うと気が楽にできるね。あー、でも確かにちょっと色が変わってきて、なんかつけた瞬間はすっごい青なんだけど、だんだんとねちょっと紫っぽくなってきたかもしれない。芝居やってる時とかは全部こう髪とかがつながりとかがあるんで変えられなかったりとか、髪の CM やってる時とかも髪型を自由に変えれなかったりするので、だからなんか髪型そんな多分変えるイメージが、まずショートカットしたことないですし、私を知ってる方は長い髪がイメージだと思うんですよね。だからねちょっとやっぱ髪色変えるとか髪型を変える憧れが異常にあるんですよね。なんかなかなかこう自分の意思でこう、あ、変えよう変えようみたいな感じでできなかったので、ちょっとその反動が今来ているって感じですかね。こんなもんかしら。すごいツートンになったちょっとね乾いたっぽいから、結構カチカチになったから、ちょっと櫛で溶かしてみようと思います。うー、いたいたいた、あがが、あ、溶かしたの馴染むね結構ね。あ、いいね。この前がさ、そんなにあれだったら、そんなちょっと入ってるぐらいで、中がね、もうちょっとピンクが良かったけど、この色すごい合う気がする。青はさ、逆に、あんまわかんないね。黒着てたら、ちょっと覗くぐらいでさ、シックな感じだね。こんな感じになりました。明日とか、また、この、スプレータイプのやつをね、こっちのがなんか簡単そうだけどどうなんだろうっていう感じをねちょっとやってみたいと思います。ということで1日目でした。本日は2日目です。ということで今日はこっちのねスプレータイプをやってみたいなと思っています。昨日のねそのリーゼのやつはですね、シャンプーするときに気をつけた方がいいなと思ったのは、あの結構ねシャンプーファファファーってね泡立てると結構飛び散るじゃない周りに。それが結構私の場合はピンクだったりとか青だったりとかして、結構ねあの壁に飛び散ってたから、ちょっとシャンプーするときは気をつけた方がいいかもしれない。まずはなんかざっくりつけてみようか。わお、え、一発ですごくない？え、めっちゃ簡単なんだけど、ね、断然楽なんだけど。あ、こっちの方がしかもピンクだね結構。ただやっぱ表面しかさね塗れないからさ、ちょっと中側をやるのはちょっと至難の業ではあるかもしれないけど、まあこんな感じでやればやるほどピンクになってくよ。みんなからやるんだったらスプレーの方が楽かもしれない。次はじゃあ紫いくよ。わお、ちょっと暗いかなまだね。ああ、めちゃめちゃ首についちゃったんだけど、なんかこうそんなに目立たないけどほんのりちょっとインナーカラー入れたいなみたいな人はすごくちょうどいいかもしれない。紫でしかもなんか失敗してもねいいっていうのがさ、洗えば問題解決っていうところがね、これで一回やって本当に染めてみるっていうのもいいかもしれないよね。私もなんか入れたくなってきたな。ちょっとね時間を置いてみて、まあちょっと固まったかな。あのロールタイプのよりもスプレーの方がこうバリバリって感じにはなるかな。はい、こんな感じになりました。紫も結構目立つね。ちょっと青もさこの辺やってみようか。おお、超青、
思い切りのいい、ほらめっちゃ青やん。シャーってやっただけでこんなになっちゃった。グレーとかそういう人は青とかインナー入れたらかっこいいかもね。ということで、今日はちょっと2日にわたってどんな感じなのっていうのをちょっと試してみます。あーきーちゃん、あーきーちゃん来る、あおいで、おいで、どうしたの、ちょっとごめんなさいね。遊びたい、ごめんね、遊べなくてね、ボールで遊ぼうね。ということで、1日からチェンジやってみました。ということで、あ、ちょっとやってみたいなとか参考になったよって方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします